どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。 YouTube の方はチャンネル登録、ニコニコ動画の方はフォローしてくれたら嬉しいです。それでは Tales of Vesperia リマスター続きやっていきたいと思います。はいはい。ここ、うん、地下水道らしいよ。お、行くぞ行くぞ。バルボスをぶっ飛ばしてやるんだ。うん、真っ暗です。真っ暗だな。いきなり迷子になって永遠に出られねえってのは勘弁だぜ。え、多分すぐ階段上がりゃいいと思う。デザイマ同士のお嬢ちゃんよ、ここは一つ火の魔術でバーンと先を照らしてくれんかね。燃えちゃうんじゃん、みんな。私をランプ代わりにしようっての、いい根性してるわね。お、レイブンが燃やされる。無理、火の魔術は攻撃用なのよ。照明みたいに持続させるには常時 AR が供給されないと。ルクスブラスティアみたいにね。うんうん、はあ、そうなの。当てが外れたみたいな、おっさん。あ、あ、どうした。これブラスティア、え、だいぶ傷んでるけどなんとか使えそうね。うん、わ、ラピードすげえな。優秀。爆発したりしない？大丈夫？するわけないでしょ。これルクスブラスティアの一種よ。あの充電器でエアルを補充して光る仕組みね。うん、さすがです、リタ。頭いいな。でもかなりガタ来てるみたいだから多分長持ちしないと思うわ。じゃあこいつが光ってるうちにとっとと行こうぜ。うん、あれもしかしてそういうこと。急げ。はしゃぎすぎのおっさん。お、ワンコどうした、なんかあったか。あんまり離れると暗いから迷っちゃいますよ。ありがとう、ジョちゃん、大丈夫よ。仲いいな。うん、ガビ臭い。あんまり長くいたくないわね、ここは。ガビ臭いですが、私はあの地上の賑やかさが嘘のような、この地下水道の静けさが心地よいです。ああ、そう、この子の感性には毎度ついていけないわ。あ、ラピード、あれ、レイブンはどうしたんです。食べた。あなたの手の静けさ台無しよね。いえ、これもまた風流で。風流語ってないで、おっさんを助けて。おっさん死んじゃう。補充して、補充して、こう、行こう。で、ちょこちょこ補充していく感じかな。そうだろうね。金いっぱい。うん。魔物。え？え？襲ってきませんね。無理にことを構える必要はね。うん。うん。明かりが消える前にまたエアルを充填しないと。行こう。あれ？いや、え？ザクが出てきやがって。はは、さて、あ、行った。あ、あ、ちょっと待って、あ、でも。なんか、あれ、もしかしてこいつら光ってないと襲ってくるってこと？そういうことじゃない？リタ新技覚えたからって新技使いすぎじゃない？うん、びっくりした。油断させておいて攻撃してくるなんて。うん、魔物にそんな血あるわけないでしょ。多分光が苦手とかそんなんじゃないでしょうか。そんなのがいるのか。洞窟や海底といった暗い場所に生息する生物の中には光に対する耐性がなくなり、強い刺激として避けるものもいるです。うんうん、ほうほう。そっか。だから明るい時は襲ってこないんだね。あ、しょうがなきゃ。さっきと同じのがあるよ。ほう。うん。うん。お、なるほどね。要は消えないように注意して充填しながら進めってことだな。うん。ほう。わ、
なんかさ、あれだよね。エステルってさ、うん、自分の知識を出そうとするとき目をつぶるよね。うん。思い出してるんじゃない？思い出してる。どのぐらい持つんだろう、この光でも。ああ、やばい、もうない。嘘だよ。いや、嘘だよ。それはずっこくない？しかも、なんか強くない？やばいじゃん。やばいよ、これ。参ったな。危ない、危ない。とどろけ勝利の歌。おぉ、ウォッウォッ、決まったな。変にシンクロさせようとするのやめてくんない？急げ、ほら急げ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 急いで行かないと。あそこあそこ、あほらほらほら、急げ急げ急げ、あーほら来ちゃった来ちゃった、ほらどうだ、怖いだろ怖いだろ、そっちじゃないと思う、あそこにある、意外にすぐなくなっちゃう。ほんとだよ、急げ、宝箱がある、あそこに出てくるやつさ、いる。出てくるやついるな。いるけど、これ。これはどっちにしろ出てくるんだよ、それつは。ちょ、これ無理じゃない？このコウモリ無理じゃない？毎回。じゃあ、ごめんよ。ごめんだけど、これ俺のせいじゃねえんだ、きっと。あ、痛い痛い痛い。ハロドさんに任せんさい。強いだろ、強い、いやーなんだこいつら、羽がでかい、あ、やばい、有利のヒットポイントが危ない、本当だよ、さすがだな、ハロル先生、左に急いで走る、回復したい、これ危ない、意外と敵が強い、俺だけだった、うん、みんな、え、何言ってんのって顔してて、マジで、うん、回復とかいらなくないみたいな、こっちになんか宝箱あったよね、うん、おやだ、うーん、ずるい、それはずるくない？いや、申し訳ないとは思ってんだ。こっちは。こっちも。思ってる。思ってるよ。こんなもんだな。いやー。サーモンとサバが手に入るってどこなんだろうな。あいつら同じ種類じゃねえのかな。うん。ん？明るくなった？いや、なってない。でももう明るいの持ってないよ。持ってないけど、この感じは。ん？なん？なんだ？書いてあるなんか。ん？なんかここに刻んであるな。文字か。なんだ？かつて我らの父祖は民を守る務めを忘れし国を捨て、自ら真の自由の守り手となった。これすなわちギルドの残りである。しかし今や圧政者の鉄の鎖は再び我らの首に届くに至った。我らが父祖の誓いを忘れ利を巡り互いの争いに明け暮れたからである。故に我らは今一度ギルドの本部に立ち戻り、持てる力を一つにせ、我らの剣は自由に、我らの盾は友に、我らの命は皆の手、ここに古き誓いを新たにする。ねえ、これってユニオン制約じゃない？何よそれ、うん、ドンがユニオンを結成した時に作られたユニオンの標語みたいなもんだよ。
自分たちのことは帝国に頼らないで自分たちで守る。そのためにはしっかり結束し、うん、お互いのためなら命もかけようみたいなことね。でもほうほう、なんでこんなところに制約が書かれてるの？ユニオンってのは帝国がこの町を占領した時に抵抗したギルド勢力が元になってんのよ。それまでギルドってのは点でバラバラ好き勝手やってて、問題が生じた時だけ団結してた。うん。ことが済めばまたバラバラ、うん、帝国に占領されてようやくそれじゃまずいって悟ったわけね。そのギルド勢力を率いたのがドン・ホワイトホースなんだ。そうそう、うん、その時この地下水道も大いに役に立ったはずよ。結構整備されてるんだな。その時ここで結成の誓いを立てたってことなんだね。そういうことみたいね。確かに誓約書の実物がどこかにあるって話だったけど、こんな壁の落書きだったとはね。ほー、壁に書かれた誓約書なんてなんか素敵ですね。ここアイフリードって書いてあります。え、あの大悪党って噂の海賊王か。ドンが言うには一応名優だったそうよ。でも頭の回る食えない人物で、あのドンですら相手すんのに苦労したってさ。へー、それでも名優とか言うあたり大した器のじいさんだなドンってのは。我らの命は皆のためか。面白いもんが見れたが、今はバルボスだ。そろそろ行こうぜ。うん、ユニオンの制約。はい。我らの剣は自由のためか。さっきのユニオン制約、うん、融通の効かない帝国法なんかじゃなくて自分たちの自由のためってのはいいな。共感できるなら有利はギルド向きかもね。ん、うん、ああ、騎士団向きではなかったな。え、ラピード同意しちゃうんだ。ギルドか。ほう、なんだ向こう、光ってるね。光ってんね。セーブするね。はい、よし行くぞ。行、はい、きましょう。戦うことになるのかな。なるんじゃない。補充したよ、やる。うん、急げ。こっち、あ、向こうにある。やだ。うん、どっち行けんだろう。下行ってみる。うん、やべ、危ない危ない。やばい、困った、困ったぞ。これは困ったな。今度こっち行けばまた、あ、宝箱ってことは下に行かなければいけない。充填してダッシュ、急げー急げー。こっちじゃなかったっけ、うん、あー、もう、うわー、いっぱいコウモリ。でも今度はちゃんとこっち、こっちだよ、こっち。本気張り切ってる。どうした、張り切ってる。強かった、さすが。急にポチ本気出すからびっくりしちゃったじゃない。あった。あった。いや、いや、それは、ずっこいぞ。お、どうした、見て、弓撃ってる。そうだよ、レイブンは。こっちが。あ、そうか、ポチか。今、レイブン使ってるの。なんか微笑ましい会話だったね。
うん。そう。水を弾くの。さてと、どっちだ？こっちでいいのか。どうなんだい？あった。あった。なんかあっち気になるよね。うん。まあ、来るだろうけど、敵が。だってやっぱなあれカロル先生だぜ。あ、べべべ危ない危ない危ない。ふぅ、びっくりした。一人だけ危ない。それだけ危ない。戦いっぱなしだからな。回復薬もおらず。確かにね。そう、このパーティーだぞ。あー、うん、また。カロル先生だぞ。いやー、なかなかここ、あれだな、サプライズエンカウントが多くて大変だな。よし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 。もういいんじゃん、戦う前提でも。戦う前提でもいいか。この方が安全だもんね。いっそ。よいしょ。出て。いやー、コウモリ多い。いいね。いいよ。なんかさ、これさ、動画外でさ、武器屋行った時にさ、ひずめっちゅうのが、びっくりした、あったんすよ、なんか武器作るのに必要だって書いてあったの。でもさ、ここの中で取れんのかと思ったらさ、意外と取れないのな。ひずめありそうなやついないから。ね。なんか基本的にぬめっとしたのしかいないじゃんね。すげえ今本回してなかった？回してた。くる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 って。あれ、こっちじゃないのか。ん？ダンジョンって難しいよね。うん。あ、あった。あれ？戻った。戻ったな。気がする。戻ったよね。うん。これを取ってこっち向かってダッシュってことでいいのかい？多分。でも絶対さ、あそこのホームの前で消えるよね。うん。ほら。あ、ギリ。なんとかなった。うん。うん。もう一回セーブしまーす。よーし、セーブ終わったぞ。はい。行くぞ。これ出たら出口なのでは？うん。ここ。バルボスがアジトに使ってる町の東の酒場、つまりおたくらが忍び込もうとしてた場所よ。じゃあこのどこかにバルボスが？上があるみたいだな。上がってみるか。お、怖い。上がってみるか。うん。どうなる？ん？あ、帝国対ギルドってこと？うん。あ、バルボス、
これはどういうことです？何を言っているのか、わしにはさっぱりだな。例の塔とブラスティアのことです。私は報告を受けていませんよ。お、なぜそんなことを報告しなきゃならない？なんですと？雇い主に黙ってあんな要塞まがいの塔を、それにリヴァイアさんの爪まで勝手に使って。わしは飼い犬になったつもりはない。ただお前の要望通りコアを集めたのだ。そのおかげであの天候を操るブラスティアを作れたんだろう。誰が余ったコアを持って行っていいと言いました？すげえ手ブルブルしてんじゃん。家臣が協力の条件だったから。めっちゃ怒ってる。何を？わしが貴様のやることに口出しをしたか。バルボス、貴様、執政官様がお帰りだ。覚えておきなさい。貴様のような腹黒い男はいつか痛い目を見ますよ。ね、あんたら悪党が揃って特等席を独占か。いいご身分だな。そのとっておきの舞台を邪魔するバカはどこのドイツだ？ほう、船で会った小僧どもか。この一連の騒動はあなた方の仕業だったんですね。それがどうした？所詮貴様らにわしを捕らえることはできまい。なんでよ。どういう理屈よ。悪人ってのは負けることを考えてねえってことだな。なら有利もやっぱり悪人だ。おう、国悪人だ。やれやれ、造反確定か。面倒なことしてくれちゃって。ガキが吠えおって。すごい尻尾。パピードの前に言ったはずだ。次は容赦しないと。こっちのセリフだぞ。その方が暴れがやるってもんだ。ただ始末しろ。なんだ、動いたか。これで邪魔なドンも騎士団もボロボロになり果てるぞ。まさかユニオンを壊してドンを消すために。騎士団がボロボロになったら誰が帝国を守るんです？ナゴ、どうして？騎士団の弱体化に乗じて評議会が帝国を支配するってからくりね。で、ブラッドアライアンスがアルトスクを抑えてユニオンに君臨すると。騎士団とユニオンの友倒れか。グレンの言ってた通りだ。おお、今さら知ってどうなる。どうあがいたところでこの戦いは止まらない。それはどうかな。そしてお前らの命もここで終わりだ。小物同士の対決だな。ったく遅刻だぜ。お、フレン、止まれ。双方刃を引け。引かないか。私は騎士団のフレン・シーフォだ。リョーデル殿下の記した書状をここに預かり参上した。帝国に伝えられた書状も逆進の手によるものである。即刻軍を引け。戻ってこねえかと思ったぜ。あいつを見捨てるつもりは鼻からありません。そう、見捨てられてたら大変なことになる。そうだぞ。てか、何急にイケメンみたいな空気出してんの。馬みたいに操縦するし。手の根回しをしくじりやがったな。あー、小物同士の結託だったな。ユリ、あの人フレンを狙ってます。なんてこっちゃ。当たった。もう、コロル。ガキども、邪魔は許さんぞ。なんてもう。片手が使えるもんな。出口に向かって走れ。走れ。お。エアロを再充填するまで少し間があるはず。その隙を狙って、
充填が早い。お、うん、お、なんだ、あいつなんだありゃ。また出たわね、バカドラ。リタ、間違えるな。敵はあっちだ。私の敵はバカドラよ。今はほっとけ。わしの邪魔をしたことを必ず後悔させてやるから。チェーンソーみたいな。なんだこいつ。え、止めるの？そんな飛び方すんの？大将だけ飛んずらけ。まあ、うわー、何あれ。うわ、待てバカだわ。あんたは逃がさないんだから。奴を追うなら一緒に頼む。羽の生えたのがいないんでね。あんた何言ってんの。こいつは敵よ。俺は何としても奴を捕まえなきゃなんねえ。うん、いいの？お？待て、僕たちも。そんないっぱい乗れないだろ。乗れなくない？定員オーバーだ。でも僕たちも。お前らは留守番してろ。そんな。お。ちゃんと歯磨いて、町の連中にも迷惑かけるなよ。ユーリのバカ！バカ！ちょっと行ってくるって伝えといてくれ。お、あれ？バイバーイ。みんなと別れた。お？なになになにあれ？やばい。なにこれ、すげえ。どうした？うわ！あ、天候を操る的なやつ？なんかえぐい塔を作りやがってみたいな言ってたやつがこれ？もしかして。うんうん。止まった？止まった？まだ？止まったけどなんか、なんだ、あ、これか、さっきラゴーが言ってた塔。ほうほうほう。お、降りた。降りた。で、どうすんだ？歯車の楼閣、ガスファロスト。うん。はあ。なんだい、ここは。あの竜巻、こいつの仕業か。あの、見えてた竜巻か。うんうん。邪魔してるぜ。貴様。プラスティアを破壊しようって。うるさい小物。おお、おい、おい、大丈夫か。落ちちゃった。え、あっ、そういうこと。あとは貴様だ。ふんふん。うん。なーに、こっからだ。小僧ごとき、下っ端どもで十分だ。そういうこと言ってっからあれなんだよ。お前らは小物なんだよ。ちょっと待ってよ。頑張れ頑張れ。仲間は乗れなかったから、歯磨いて留守番してるから。そういうこと？うん。おい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 、違う違う違う、お前らはバカだな、本当にもう。なんだい、違う違う違う、ボコボコじゃねえか。うざいうざい、絡みついてくる。みんな必死だから。邪魔邪魔。そんな簡単にやっつけられると思うなよ。邪魔だよ。ああもうなんだこいつは。チク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 するぞ。いったいったいった。
あーもう何こいつら、ほんとうざい。え、マジでうざい。チクチクするぞ。うざいな、ほんとにチクチクだぞ。なんだこいつら、マジほんと嫌い。なにこれ嫌い、ほんとチクチクだぞ。なんだよマジで。おい、どうするお前。やべえ、チクだぞ。おい、クソが。チクチクだぞ。おい、ああ腹立つ。もう終わりか。短足だな。身の程を知れ。頑張れ。あらら、便利な剣持ってんな。負けたのは剣のせいだと言いたいわけか。そりゃあんたがどう思うかだ。今は減らず口聞いてろ。後で惨めったらしい死を与えてやる。あとなの？お？あ、閉じ込められちゃった？お？しばらくおとなしくしてろ。あらら。あら。なんだよ。なあ、早く出してくれよ。えい！年寄りじじいだ。丸腰の年寄り相手に刃物抜くなよ。うわ。お前。お。お。顔がちょっと見えた。もうやめとけ。なんだあいつ、下打ちしやがって。いつかぶっ飛ばすからな。お、女？クリティア族？髪長っ。どうやってしまってた？ぐるぐるにして。怪我してないか。悪かったな。いいえ。だってバウル助けてくれたでしょ。ずいぶん可愛い声。うん。ええ。私の友達。てか耳もよ、どうやって。あのままか。ギュッとしてた。うん？なあ、あんたなんでブラスティア壊して回ってんだ？あ、そんなセクシーな服してんだね、お前は。そうだな。言いたくなきゃいいけど。聞いて感動できる美談ではないわよ。壊したいから壊してる。確かに、感動できる話じゃねえな。それでバルボスのブラスティアも壊したわけか。完全じゃなかったけど、うん、これはいいのか？それは壊しても面白くないもの。何その面白さ基準、何なの？サイコパスかお前。お？何見てる？もうちょい協力しないか？お、出る？お？そうね。屋上のブラスティアも壊し損なったし。決まりだな。どうするの？まあ、手がないわけじゃないけど。なら、その手を使えばいいんじゃないかしら。できる人は手抜いちゃいけないと思うの。それじゃ、協力してほしいんだけど。きちんとエスコートしてね。わお。ああ、いいぜ。美人相手に緊張すっけど。下ネタっぽいけど目が怖えんだよな、お互い。あ、おお、え、全然強くね。静かにしろ。叫んだ。あなたがね。本気で喧嘩してんじゃない？そうだね。どうして、なんか急にカップルみたいな喧嘩しだすんだよ。え、で、あいつらみんなどうして踊ってんぞ。逃げろー。いいね。え、てかあのおじいちゃんめっちゃ速くなかった？動くの。あなたは自由よ。おめでとう。ご協力ありがとうよ。あと一発は一発よ。怒ってる。うす、強くやりすぎたか。じゃあこれでおあいこね。
ユーリだ。ユーリ・ローエル。ジュディスよ。ジュディス。ジュディの方が言いやすいな。すぐあだ名つけるな。そうだね、意外とあだ名つけるよね。次って、まあ、屋上のブラスティアに行くか。そっちは場所がはっきりしてる。あなたは、うん、友達を待たせてるんじゃないかしら。ブラスティア優先で構わねえよ。じゃあ、上ね。お、どこから上がりゃいいんだ。重いわね。勝手にうろうろと、どっかの姫さんみたいな。誰みたいって？いや、いいんだ。どっかに上への通路がある。探そうぜ。お。あ、ジュディスがパーティーに加わりました。ジュディスの鎧ってなってっけど、どうしようかな。ちょっと待ってね。ステータスとか見れねえんだ。一旦ここで切るか。うん。ね。で、この後ちょっと、進みましょうかね。はい。はい。じゃあ今回ここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、いいねいただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。